そうですね、人工林はそんなになかったんですけど、まあ林、まあ本当に雑山ばかりだったんですけどね。まあなんか林の中行ったり、なんか近く行けばなんかどんぐり転がってたり、なんかいろんなもんがあったりして、それ拾ったりなんかしたりして、うん、まあ木の枝持って振り回して遊んでたりやってたりとかなんかしてたんですよね。やっぱ子供はやっぱそういうの好きなんで、あとやっぱ自分が子供の頃見てたまあやっぱ林とか山、あれをやっぱりまあ何十年先の子にもやっぱ見せてあげたいなっていうのがありますかね。長谷川千尋です。出身は山梨県の都留市です。年は今年で33になります。高校卒業と同時に上野原に引っ越してきました。森林組合は、高校卒業してからなので、まあ、15年、通ってた高校が工業高校だったんですけど、まあ、やっぱり製造とかなんかそういう系に進むのが多かったん でやるならまあやっぱまあ、本当小さい頃から住んでるような山の中でとか自然相手のちょっと仕事がしてみたいなと思い、まあ親と話して森林組合はどうかなと、林業とかどうよって勧められて、で決めました。前から来てて、でそれ でまあ様子見て、あまだあれもう一本切るなと思ったら、それで切ってくれ、うん、あ取りだった。仕事がやっぱもう目に見えるんで、やっぱこう最初まあ現場最初入って見て、あなんか暗くてあんまいい山じゃねえなーなんて思って、でそこからまあ長ければ一月とか、まあみんなが短くて1週間ですけど、まあやっぱ入ってで終わって、まあ振り返って見て山見ると、ああすごい良くなったなっていうのが目に見えるのが、そういうところがまあ、自分は新人や研修生の現場での指導を担当しておりまして、研修でも習ったりはしてるんですけど、まあさらにそこから現場でのもっと細かい指導をやったりしています。自分の入った頃なんかは結構いろいろと見て覚えろの世代になって苦しい思いもしてたんで、できればまあそういう状態をまあ今の若い子にはさせないで、まあできれば自分が覚えるのに1年かかったのをうまく半年で確実に覚えられるようなことができないかなと力を入れています。まあ雑山ならまあ別にほっといても勝手にどんどん育ってくれるんですけど、人工林はまあ例えるともう花壇みたいなもんなんで、まあ、種植えたからってあとじゃあほっとけば勝手に綺麗な花が咲いてくれるのかってわけでもないんで、やっぱよくある富士の麓みたいに芝桜とか、基本みんな人が手をかけてああやって綺麗な花が咲かれるんですよね。だから山も人工林も結局人が植えたもんだから、最後まで人が面倒を見ないとやっぱこうそういう木に育たないんですよね。やっぱ植えたら草刈りやって、である程度大きくなったら間伐をしたり枝吊りをしたりだとかで、それである程度大きくなったら木を出すっていう、それがやっぱ
まあ、うちはそういう、まあ、責任というか、まあ、義務なのかななんて、最後まで面倒見るのが。そうですね、まあ、はっきり言っちゃうとちょくちょく心折れそうなことが多いもんなんですけどね。一回ちょっと現場で親方に派手に怒られちゃって、でそれでもうなんか嫌になっちゃって山から逃げたことがあったんで、でそれでもうやめようかなと思ったんですけど、まあ親とも相談してもうちょっと続けられちゃってみたらみたいな。確か5年目だかなんかだったんですよね。でまあ研修、確か研修も終わってなんかこれからで、まあいろいろとやっぱいろいろと覚えたり、結構いろんなことを覚えてきて、まあ任せてもらえることも増えてきたんですよね。やっぱそれをちょっと崩しちゃうのがちょっともったいないなっていうのがあって、多分もう少しあればもっといろんなことできるんじゃないかなと思って、やってみました。まあそれにまあ本当に、まあ、本当に仕事が嫌になったってわけでもなかったんで。まあ、うちでもよく何ですか、テーマとか、まあ、目標みたいなもんなんですけど、循環型林業っていうんですかね、もうこういうサイクルを作ってるんですけど、やっぱそれをできればこうやっていきたいなっていうのが、まあ、理想ですかね。まあ、切ったもう地主さんが、まあ、60年前に植えたものをやっぱ切って出して、やっぱお金にして返してあげて、でさらにまたこう植え付けをして、またそこからどんどんっていう、そういうサイクルさえできれば、まあ、やっぱ林業多分、まあ、なくなることもないんじゃないかなと思っているのが自分の理想ですかね。